ペロンチーノは多くの方に愛されるパスタですが、栄養を補給するに十分なパスタとは言えません。このようなパスタをチョイスしたときに、私たちはどのような副菜を取るべきなのでしょうか。今回は、レッスン10で勉強したペペロンチーノに合わせる副菜を一緒に考えていきましょう。お分かりの通り、得られる栄養価はほぼパスタのみです。材料もシンプルなので、当然の結果でしょう。このようなシンプルなパスタと共にするパートナーの選択肢は、とても多そうですが、今回も私の主観でいくつかの料理を紹介していきたいと思います。それでは、前回同様、まずパスタ 70g をボイルしてペペロンチーノを作った時の平均的な栄養価を先に一緒に見てみましょう。今日はニンニクの優れた栄養価を生かす料理を2品紹介します。その前に簡単にニンニクの栄養と効能について少し勉強しましょう。ニンニクはビタミン C、B6、マンガンが豊富で、他にもビタミン A やビタミン B 群、その他 D、E やカルシウム、銅、鉄、リンなどのミネラル類がたくさん含まれています。ニンニクを切ったり食べたりした時の独特な匂いや辛みは主にアリシンという成分で、硫黄化合物の一種です。ニンニクの持つ健康効能の源はまさにこれなのですが、この辺の詳しい話はまた Your Healthy Life の方でいずれお話しすることにしましょう。メカジキにはあらかじめ塩コショウを振り、その後適度な小麦粉をまぶします。その後の焼き過程に関しては映像の方をこのままご覧ください。さて、2品目は野菜を使った料理を提案したいと思うのですが、きっとこの番組を見ているあなたたちは、野菜もできる限り自然なものを取りたいと願うことでしょう。しかし、有機栽培や極めて珍しい少数生産の地域野菜などは、割高な出費を伴い、頻繁に食卓に上げることは極めて困難です。これは、今日私が使う野菜と、そのおすすめの方法です。あなたはリポベジという言葉をご存知でしょうか。リポベジとは普段捨ててしまいがちなカブや大根のヘタ、豆苗の根っこなどを水につけて栽培することです。
その後、土に返せば、さらに本格的な収穫が望めます。このお話は番組の最後にするとして、今回は再生野菜を用いた小松菜と株の葉の炒め物を作ります。そしてもう一つ、今回は調理に入る前の下準備として、50度洗いというテクニックも紹介したいと思います。野菜は一度収穫すると、たっぷり含んだ水分の蒸発を抑えるために、表面にある気孔を閉じた状態になります。野菜を50度のお湯で洗うと、その気孔が開き、水分が再吸収されるのです。収穫時の状態に戻った野菜は、水分の力によって再び鮮度を取り戻します。さらに50度のお湯には、野菜表面に付着している酸化物を除去する働きもあります。酸化物を除去することによって、野菜の劣化を防ぐのです。また、50度洗いにより野菜に含まれるえぐみが取り除くことができます。余計な味が洗い流されるので、野菜本来の旨味を引き出すことができるのです。余計な味が洗い流されることで、野菜本来の旨味を引き出すことができるのです。実際に食べてみると、甘みが増しているだけではなく、香りまで蘇っていることに驚くでしょう。また、水で洗うよりも綺麗に汚れが落ちるため、忙しい時間帯の時間短縮にもつながります。この話はもっと詳しい解説もできるのですが、これを見ている皆さんはきっと、早く調理の方を見たいことでしょう。このお話は、またいずれどこかで触れたいと思います。それでは、動画を見ていきましょう。この動画を見て、たったこれだけ?と思った方もいるのではないでしょうか。または、中華料理店などで食べるシャキッとした食感の青天炒めが、家では火力が違うから同じものができなくても仕方がないと思っていた方もいるのではないでしょうか。家庭でも同じものを作ることは可能です。その鍵は、50度洗いにあります。あの名店は店独自の何かを使っているに違いない。いいえ、残念ながら違います。本当に美味しい炒め物は案外とてもシンプルな工程で作られているのです。今回のお話はいかがだったでしょうか。リポベジは私たちに多くの恩恵を与えてくれます。それは無農薬の野菜を食べれることよりももっと重大なことです。それは何か。現代人が多くの病気を抱える今、命の大切さに触れることと気づきにあります。私たちは何を食べて生きているのか。私たちがこのようにして食物を育てるならば、そこには多くの虫を発見することでしょう。虫がいない菜園と土が本当に健全なものだろうか。私たちは
それを簡単に体験できる機会があります。それに気づいた時、人はおおらかさとこの世の本当の害が何であるかにきっと気づくでしょう。